こんにちは。最近、奴らの動きがないですね。平和なのはいいことじゃがの、なんかこう、モヤモヤする。こっちから仕掛けてみる？と、言いますと？あの仮面のサイヤ人のことを考えてたの。あいつの正体は、バーダックさんでしたね。他の連中と違って、バーダックがミラたちに協力。それに、あの様子。おそらく洗脳して操られている。洗脳か。そいつを解いてやれば味方になってもらうこともできるんじゃないか。そうですよ。もし洗脳時の記憶も残っていればミラたちの情報も手に入るはずです。でもどうやって会いに行くんじゃ。バーダックが連れ去られる瞬間を探ればトアとミラもいるはずだわ。そこを狙いましょう。わかりました。今回の任務は調査がメインです。俺も同行できますよ。早速向かいましょう。やはりあの二人がバーダックさんをワームホールで連れ去っていたんですね。それにしてもここは一体地球。ようやく姿を現したな、トア。待っていたわよ。黙れ。来ると思ってた。私たちの足取りを追おうとしたら、あのワームホールを調べるしかない。あのトア、俺たちと同じ時間にいたトアのようです。バーダックが渡さない。あれは運命だわよ。大変だったんだから。移動中に暴れて、すごく古い時代に行っちゃった。その後、なんとかつかない。お前たちと何度も、ここなら誰の邪魔も入らない。今度こそ決着をつけるぞ。望むところだ。ほら、また強くなったのか。ゴーズドリーの最後だけの人間ですね。いいだろ。こいつら二人ともかなりの切るよ。こいつらのエネルギーも暗黒魔界の復活に使わせてもらいましょう。やはりお前たちの狙いはこの世界とまた呼びかけるためだ。さすがいいわよ。怒り悲しみに満ち悪が張り込む楽園の感情を見たくはない。絶望の未来はもうつかんだ。お前だけは許さない。トアを切りたいなら俺を倒してからにするんだな。ミラはエネルギー吸収。強く。あなたたちに勝ち目はないわよ。
嘘でしょ。私のミラが一体どうなってるの。嘘くつで、ミラの方が上回っているのに。この得体の知れない力、この力に打ち勝ち、俺はさらに強くなってみせる。こうなったら、まずまずってところだな。悪くなかったぞ。引きずり込まれる。一度しか使えないとっておきを時空の狭間に閉じ込めてあげる。その穴は一方通行よ。落ちたら最後、二度と出てこられない。まだ決着はついていないぞ。もういいじゃない、そんな奴ら。手っ取り早く片付けちゃいましょう。引き上げるわよ、ミラ。何バーダック。この俺が振りほどけない。こいつの力は。手を出すな。こんな奴にこの俺が。よくも俺をコケにしてくれたな。今回ばかりはサイヤ人の運命もカカロットの運命も関係ねえ。今までの借りを返してやる。サイヤ人の力をなめるな。覚悟しやがれ。この俺が貴様ごときに。バーダックさん、私のミラが終わりだな。トーマ、あんなに強化してあげたのに何が最高傑作よ。自分で呆れちゃうわ。まだ諦めたなんて思わないことね。そんな、あなたまで俺のパートナーまで洗脳していたなんて。どうは。パートナーから呼びかけた。もう今この人を倒して洗脳を解くしかありません。
練の成果が出てきたな。この調子でどんどん行こうぜ。どいつもこいつもいいわ。こうなったらいっそ全部なかったことにしてあげるわ。これは結局手に入ったのはその仮面だけでしたね。おかえりなさい。途中で通信できなくなっちゃって心配したのよ。一体どこまで行っておったんじゃ。ワームホールを通って予期せぬ歴史に迷い込みまして。それでどうだったんじゃ。え、どうというのは。いや、じゃから確か俺のパートナーが。この子がどうかしたの。いえ、俺のパートナーは。ちょっとどうしたの。二人とも長い付き合いのナイスコンビじゃない。今さら仲間割れなんてやめ。うん、この4人でしっかりと歴史を守っていかねばならんか。これは一体。そこら中の巻物が一斉に歴史改変を。はい、なんてこと。こんな変化が起きたらこの世界だって。ここは私たちが調べるわ。あなたとトランクスは外を見てきて。どうした。どうですか、時の海王神様。わからないわ。何か大事な歴史が変わったみたいなの。でも何が変わってしまったのか。どこが変わったんじゃ。喉のところまで。俺も誰かのことを忘れてしまっている気が。どうかしましたか。ああ、持ち帰った仮面ですか。これは一体、バーダックさん。いや、もう一人、これ。そうだ。俺はこの仮面をつけて、その人を連れ戻すために俺たちは戦った。俺と一緒に、様々な歴史をめぐ、一緒に戦い続けてくれた。俺の、この歴史だ。ダメだわ。宇宙が崩れかけてる。ここは俺が何とかします。あなたは歴史の修正をお願いします。ここでドラゴンボールを消してしまう。あなたたちと戦う歴史そのものがねじ曲がる。何もかもが変わってしまう。記憶すら消え去るはずなのに。
私の計画がそこごとく。やった、ひとまず別中だわ。どちらが歴史を争うとしているかは分かった。これ以上、ここで好き勝手はさせないぞ。どこ見てるの？どうやら追い返せたようですね。強い人だったな、うん、あんな人が来てくれるといいな。お前ってやつはどこまで強くなるんだ。お帰りなさい。歴史改変も収まりましたよ。ありがとうございます。ミラもいなくなったようじゃし、ようやっとこれで一安心じゃな。まだよ、まだトアがいるわ。今回のようなことが起こる前にトアを探し出して。その必要はないわ。時の海王神様、どうやってここまで来れたんじゃ。この時の巣には結界が張られていたはず。あなたたちが仮面を持ち帰ってくれたおかげよ。あれも罠だったのか。ついに手に入れたわよ。爆弾のキリが眠っているわね。これで間違いなく暗黒魔界を復活できるわ。真の狙いは時々の卵だったのね。これだけの力があれば、もう一度時空を操ることも簡単にね。おかえり。
ミイラ。もうこんなところに用はないわね。その時代は完全にコアが支配しています。俺たちは行くことができません。最後の戦いとなるし、あなたの力で宇宙を救ってください。なんて、あのミラをここまで追い詰める。こうでなくてはな。俺が認めた強敵だ。ミラ、ミラ、なんでそのパワーは私の設計していない力だ。信じられない。私の計算を超えるなんて。時の狭間を漂いながら、俺は自分の足りないものをずっと守り続けた。やつらであって俺にないのだ。どんな強敵にもひるまず立ち向かう飽くなき闘志。最初から強大な力を持って生まれた俺にはない魂の叫びだ。もはや最強とは名乗るまい。俺はこの戦いで俺自身の限界を超える。限界を超えた反動でオーバーヒートしているわ。止まるな。ミラ、ストレイクを捨てろ。私の声が届いてない。このままじゃワンコンソースがこの宇宙ごと吹っ飛んでしまう。今のうちに逃げる。いえ、どれほどの爆発になるかわからないわ。爆発が次元を作ればこの卵が壊れてもしまう。しかも、ちょっとあなた、ミラを早く止めないと共倒れになるわよ。私も手を貸すわ。早くミラの活動を停止させてちょうだい。外して故障しちゃうなんて、最後の最後まで役に立たないわね。
コアを取り出して修理しないと。その必要はない。俺はお前の設計を超え自分の道を歩み出した。俺は俺という存在を超える。お前という創造主を飲み込んでな。ミラ、そんな私が作ったものなのに裏切るなんて。異常なエネルギー反応です。とてもいい気分。おい、聞こえとるか。あやつは時たちの卵のパワーを吸収してしもうた。もうわしらの手に負える相手じゃない。早くどこかに逃げるんじゃ。やめんな、まだ早いよな。創造主の命令もない。まだ終わってねえ。これが自由というものか。今の俺の夢は、お前たちに勝ちたいという、その思いだ。サイヤ人の底知れない強さ。お前たちの強さを尊敬している。だからこそ、倒す。信じられないこのパワー。もっとあがいてくれ。
までやってんだけどな。やったじゃないか。次もこの調子で頼むぜ。何？これで全て解決じゃの。ええ、これでしばらくは静かに歴史を見守る仕事に戻れ。しばらくはか。また悪い奴が出てくるかもしれませんが、それに立ち向かうのが俺。ほほほ、これからも修行あるのみっちゅうところか。俺はまだまだ実力不足です。今回も。なに、心配するな。お前さんには仲間がおる。はい。だからこれは食べるものじゃないの。卵焼きなんて持ってのキー。なんかうまそうに見えんだよな。何のためにみんなが頑張ったと思ってるのよ。ミラよりたちが悪いわね。ははは、わりわり。あ、みんな、やっ、そろそろ卵から新しい宇宙の時間が生まれ、みんなで見ていかない？記念すべき瞬間ですね。はてさて、次はどんな歴史が紡がれていくのやら。すげえやつがたくさん出てくっていいな。のワクワクしてきた。じっちゃん、先に言うなよ。
キュー、ウィスさん。おかげで助かったぞ。終わったようですね。それではさっさと帰りましょう。あまり長い間違う時代をうろうろするものじゃありませんからね。そうなんか？今回のお祝いすっからごちそう出るって聞いたんだけど。そう。残念だな。どうしてそれを早く言わないのですか？え？道理でさっきからビルス様の姿が見えないと思いましたよ。さっさ、そうと分かれば行きましょう行きましょう。私ちょっと待って。アルファ、ウィスさん。どれどれ、どっちもいいんじゃない。どこの誰なの。僕の大切なおやつの時間を邪魔するおバカさんは。いやビルス様。あ、おいぼれ海洋神か。これはビルス様。なんじゃ、またこっちに来とったんか。時々の卵が帰ったお祝いをするんだって。ちょっと覗いていこうと思ってさ。卵ごと時の巣を破壊しようとしてたくせにの。だから全部聞こえてるからね。君の独り言は声が大きすぎるんだ。わざとなのか。いいだろう。そこまで言うなら今度こそ破壊してやる。どうぞお二人とも召し上がれ。どれ。さあ、願いを言え。どんな願いでも叶えてやろう。別にシェンロンに頼まないで私が作ってもいいんだけど。そうね、全員分用意するのはさすがに大変だし頼んじゃいましょうか。こりゃ、ドラゴンボールを軽はずみに使いおってからに。まあまあいいじゃないか、せっかくのおめでたい日なんだからさ。そうですね。ではここにいるみんながお腹いっぱいになるくらいのとびっきりのごちそうを出してちょうだい。たやすいことだ。ウィス、やっぱり寿司はうまいぞ。あいつ、いつの間に。一時はどうなるかと思ったけど、あなたたちのおかげで助かったわ。トランクスもね、いつもありがとう。いえ、皆さんのおかげです。悟空さん、さっきからどうかしたんですか？いやー、ずっと気になってことがあってさ。何ですか？おめえたちって結局どっちが強いんだ？それはやっぱり先輩の方が。何言っとんじゃ、そうとも限らんじゃろうが。悟空だって兄貴より強くなったんじゃからな。どっちかしらね。そんなの、戦ってみればわかることじゃありませんか。だよな、やっぱそう来なくちゃ。よし、かかってこい。ちょっと待て、どうしてそうなるんだ。この場合戦うのはこの二人だろ。お前はおとなしく見学していろ。そんなんつまんねえじゃねえか。おお、悟空さんたら。Ha ha 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 ha!